パチドガイス。さあ、今日はですね、マイキングについて話していきたいと思います。マイキングというのは、録音環境の一つで、どういうマイクの種類を使うか、それをどういう風に立てるか、ということです。せっかくいい楽器でいい演奏をしても、録音環境が悪いと、まあ、聞いてもらえなかったり、非常に残念、もったいないですよね。特に今の時代はオンラインでどんどん自分で配信していかなければいけないので、マイキングっていうのは必須スキルになっています。基本的な考え方としては、生でその三味線の音を聞いた、その感じをそのまま録音できると、まあ、理想かなと思います。あとはそれを基本としつつ、そこからちょっと自分の好みに、調整できるといいと思います。今回の紹介では2種類のマイクを使っていきます。三味線をダイレクトで拾うための、まあ、メインのマイクですね。これに、ダイナミックマイク。僕は、シュアーの SM57 を使っています。それからもう2つ目は、部屋鳴り、こう部屋の響きを取るためのアンビエントマイクとして、ロードのNT2A というものを使っています。ダイナミックマイクっていうのは、まあ、詳しく知りたい方はググってください。で、まあ、ざっくり説明すると、丈夫で安くて、感度が低い。で、コンデンサーマイクはその逆で、繊細で高くて感度が高いです。じゃあ、三味線の音を取るのにも、高感度で音質がいいコンデンサーマイクを使った方がいいんじゃないのかって思う方もいらっしゃるかもしれません。これ実はね、コンデンサーマイクっていうのは三味線にあんまり相性が良くないなと僕は思っています。まあそもそもレコーディングって性能のいいマイクを使うのが必ずしもいいとは限らないのですが、例えば三味線で言うと、三味線を弾いてる時に小指が駒に当たったり、革に当たったり、バチが糸に当たったり、革に当たったりとか、いろんな音楽的でないノイズ、雑音っていうのが発生します。コンデンサーマイクは、性能が良すぎて、本当は聴感上聞こえてないそういった雑音までよく拾ってしまいます。なので、聞こえた感じで取れないっていうのもありますし、あとはコンデンサーマイクは傾向として音が硬い傾向にあります。なので、ダイナミックマイクでいい意味でこう、荒く撮るっていうのをお勧めします。はい、まず、ダイナミックマイクの、マイキングです。胴の中心に対して垂直に立てます。マイクっていうのは指向性があるので、まあ、例えば音の発生源に対してそっぽを向いてたりすると、音がちっちゃくなってしまいます。で注意してほしいのは、まあ、胴の中心に対しての垂直なので、例えば自分の体の正面に、マイクがあったらおかしいんですね。でちょっと右斜め前から、狙うことになるはずです。で、一番近くても、まあ、バチのね、こう振り上げたバチの邪魔にならないように、まあ、20センチぐらいはね、少なくとも離した方がいいです。で、マイクは近接効果といって、近づければ近づくほど、近づけるほど、低域が増して取れます。でそうすると、まあ、20センチぐらいだと、バチが革に当たったゴツゴツっとした音とか、バフっていう音が入ってしまうので、まあ、僕だったらやっぱり30センチほど離すのが、今のところベストかなと思ってます。あまりにも40センチぐらい離しちゃうと、まあ、音像がちょっと遠くなっちゃって空気感を含んじゃうようになっちゃうので、まあ、近からず遠からずを狙っていくといいでしょうね。じゃあ実際にポジション別の音を聞いてみましょう。
はい、次に、アンビエントマイクのマイキングです。まあ、アンビエントマイクは、まあ、楽器の音そのものっていうよりも、まあ、鳴らした後の部屋に響いた音を取って、まあ、後々ダイレクトの音と、まあ、混ぜることで臨場感を出す、まあ、いわばサブ的なマイクです。まあ、例えば天井が高い部屋とかね、コンサートホールみたいなところだとすごい臨場感が出るという感じで、部屋の構造自体にがっつり影響を受けるので、まあ僕のやり方っていうのは一般化はできないんですけど、まあ、自分だったら、まあ、自分の真正面から3メーターくらい離れたところで、まあ高さはだいたい170センチから180センチくらい、自分の耳の高さくらいに設定してます。あんまり近いと、あんまりこうアンビエント感、空気感っていうのが出なくて普通に撮った感じになってしまうので、まあ多少やっぱり距離は必要かなと思います。では実際にポジション別の音を聞いてみましょう。もし、まあ、アンビエントマイクがね、高いから、ちょっとマイク一本で、ダイナミックマイク一本でなんとかしたいなっていう場合は、まあ、ミックス時に人工的に臨場感をこう足すっていう裏技もあるので、まあ、それで、なんとかして処理するのも、まあ、いいかなと思います。あとは、録音するときの注意なんですけど、無音状態で撮りましょう。例えば、会話とかね、あと、テレビの音、とかはもちろんそうなんですけど、エアコンとか、まあその他電子機器などの、まあ音が出るものは電源を切ってください。それから、意外と犯しがちなミスとしては、例えば三味線がもう一丁あったりとか、あとはネジが緩んでる、金属製のラックとかのこう家具なんかが三味線の音に共鳴して、雑音を出してしまったりするので、そういったものには注意してください。チェック方法としては、例えば、わ、わ、今大声でちょっとわって言ってみたんですけど、その時に三味線がこう、ファーンってこう反響したり、共鳴したりするんですよね。そういったものは見つけたら、ちゃんとこうネジを締めたりとか、こう布をかぶせたりとか、それを別の部屋に動かしたり、などして、音がね、出ないように、注意してください。さあ、いかがだったでしたでしょうか。まあ、マイクの立て方っていうのはそんなに違いは出てこないんですけれども、マイクの種類はもうすごくたくさんあるので、まあ、自分の好みのね、音を探すのも、面白いと思います。じゃあ、今回は、マイクで三味線の音を取るところまではやりましたけれども、まあ、次回、その撮った音をどうやって編集をするか、こう EQ をしたり、コンプレッサーかけたり、リバーブをかけたりとか、そういったこう加工、編集の、動画も出していきたいと思ってますので、そちらも楽しみにしていってください。それでは。Take vacation!